トラブルメーカーだったりとか、と周りと揉めたりとか。いや、お前じゃないのそれっていう。何かあったら相談してください。こんにちは。怪談師 YouTuber の七代でございます。本日もコラボということでね、指導さんと、コラボさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、まあ前回の動画で非常にこう確信をついたような、はい、例が見えてしまうという、はい、怖いちょっと営業しないか心配なんですけど。いやー、頑張ってカバーします。前回ね、その心霊現象が見えるよとか、幽霊が見えちゃうって言った人が、まあ例えばどういう病気とかどういう症状って言えるのかっていうことを、うん、まあ、はいはい、質問させていただいたんですけども、はい、でまあいろいろお話聞けて、こっちとしてもなんか、ああ、なるほど、そういう見方ができるんだなという感じだったと思うんですけども、はい、ちょっとですね、まだ質問がもう一個、ラストの質問なんですけど、ありまして、はいはい、結構、なんかその、疑いたくはないんですけど、うん、心霊会議派否定派の人って、はい、見たんだよって言われても、嘘じゃないのってちょっと思っちゃうところはあって、はいはい、で僕はまあ、もともと心霊会議派だけど、まあなんかその、怪談として楽しんでるから、まあ嘘かもしれないけど、うん、でもまあ怖いねって思って受け入れてるんですよ。うん、で、多分多くの、まあこのね、心霊否定派の人もそう思ってると思うんですけど、はい、あくまでエンタメとして、ね。エンタメとして楽しめてる人は多分、心霊否定派で、かつ、チャンネル見てくれてると思うんですけども、はいはい、ただ、もしも、はい、その、本当にそういうなんかペラペラと、心霊体験とかを、嘘をつくみたいな、はい、そういう病気とか、そういう症状の人っているんですかね？ああ、なるほど。そうですね。いわゆる、病気、その疾患っていうくくりではないんですけれど、はいはい、パーソナリティ障害っていうのがありまして、ほう、パーソナリティ障害。まあ、パーソナリティって、まあ、要は性格のことですよね。はいはい。だから簡単に言うと、極端に偏った性格傾向っていうのが、おー、その医学的にも規定されてるんですよね。はい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 。で、それいろいろな種類あるんですけれど、はい、その中の一つで、はい、演技性パーソナリティ障害っていうのがあるんですよね。演技性パーソナリティ障害。まあ、それがどういう障害かっていうと、はい、まあ自分自体がすごく目立ちたいとか、うん、周りから注目されたいっていう気持ちがすごく強くて、はい、まあ、それこそ周りの気を引くためにすごい嘘をついたりとか、なるほど、ね、周りを蹴落としたりとか、うんうんうん、そういうのをこうやる人っていうのがその演技性パーソナリティ障害っていうので、ただ結構その小学校の時とかって、いや、いました、いました、クラスに一人絶対いた、めちゃめちゃ嘘つきみたいな人いません？いますいます。ほら、もうバレるような嘘みたいなのを言って、そう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 、なんか一番目立とうとしてなんかすごい手を挙げて、はいはいはい、なんか問題全然答えられないのに分かりますとかっていう手を挙げるやついますよね。そう、なんかそこで全然嘘つくメリットないじゃんみたいなところ で、ね、うん、平気でこう息を吸うように嘘つく人っているじゃないですか、はいはい、いますいますいます。あれってやっぱり周りとかって、こいつ なんでこんなこと言ってんだろうみたいな感じで、はい、その、まあ、プラスのイメージではなくてもどうしてもちょっと気になっちゃうじゃないですか、はいはいはい、だからそういう自分が注目されてる状態っていうのが、はい、いいっていう傾向なんですよね。なるほど。注目されたいがゆえに、こう、はい、嘘ついてでも蹴落としてでもみたいなことやってしまう。やってしまうっていう、まあ、そういう特性の方はやっぱり一部いらっしゃいます。なるほどなるほど。はい、いや、なんかちょっと今いろいろお話を聞いてたんですけど、まあ、はい、そもそも多分このね動画見てくださってる方でね、はい、チャンネル見てくださってる方は、はい、え、熊子さんいるのにこんなことをガチの医者の人に聞いちゃっていいのみたいな、はいはい、ちょっとあると思うんですけど、はい、まあでも正直今の話を伺ってて、まあ僕は熊子さんはやっぱ嘘ついてねえんだなってことがよく分かりました。はい、でなんでかというとですね、まあちょっと彼女が、まあ、怖い体験というかね、霊が見えるっていう話を最初僕にも隠してたんですよ。で、このエピソードは動画でも出してるので言ってるんですけど、はい、僕と会って話す前はそんなに話してなくて、彼女が。で、理由はなんか小さい時からいろんなものが見えて、で、友達とかと一緒にいた時に、はい、なんかあそこに人がいるって本当に見えてるから、はいはい、別に幽霊じゃなくて人だと思って言ったら、はい、周りから、え、いないよ、怖いからやめてくんないみたいなことを言われて惹かれてしまったと。だから逆に言いづらくなっちゃったっ、ね、そうそうそう。逆に言いづらくなっちゃったから、はい、なんかもうそういうのをあんまり一通り出さないようになっちゃったと、はい、だけど七章さんに話したりとか、まあ、何人か仲のいい友達に話したら、まあ、なんか笑ってなんかその面白い
白がってくれる人もいることが分かって、うん、でちょっと出すようになったと、はいはいはい、まあ、そういう経緯がそもそもあって、うん、だから多分まあね、くまこさんのシリーズの動画をご覧になってる方も、はい、くまこさんのね、まあ、控えめというか、はい、あんまり主張しない感じっていうのは多分分かるかなとは思うんですけど、うん、結構演技性パーソナリティ障害の人って、はい、トラブルメーカーだったりとか、なるほど、そう、なんかちょっと周りと揉めたりとか、はいはいはい、そういうのも多いんで、まあ、揉めそうですよね、確かに、はいはい、うん、だから話聞いてると、うん、まあ、そういう特徴とはちょっと当てはまらないのかなっていう感じはしますね、まあ、そうですね、もうめちゃめちゃ社畜ですごい、はい、社会経験としてはもうバッチリバッチリ社会の中に溶け込んでる僕の方がよっぽどって感じなんだけど僕としてはこうくもこさんをね、まあ病気なんじゃないのとか嘘つきなんじゃないのとかっていろいろ言われたりしてるんですよ、正直コメント欄に結構来るんですよ、はいはいはい、で僕はそういう心ないこと言ってほしくないなと思うんですけど、でも疑う気持ちも分からなくもないっていうのがもともとあったんで、ちょっと今回思い切って獅童さんに聞いてみたんですけども、はいはい、ただ今のねこの動画ここまで見てて、はい、いやお前じゃないのそれっていう七瀬さん自身絶対自身が、ね、今これね見ながら低評価をしてるアンチ、はい、絶対に疑われてる、絶対疑われてると思うんですよ、はい、こいつ嘘つきじゃねえかと思われてる、七瀬はカッコつけ野郎で、はい、なんかめちゃめちゃこうなんだろう、自分をよく見せるためにアンチとバトったりしてるみたいなのを結構ね、まあ、やっちゃったんですけど、そうそうなんですね、よくやっちゃってましたね、はい、いや僕違いますからね、はい、っていうのはちょっともうはっきりと申し上げて、僕は違いますよ、だってそういうの別になって、僕もメンタルクリニックで行ったことありますけど、全然言われたことないですし、はいはいはい、うん、と思うんですけどね。そう、あれ、そうだと、あれ、そうじゃない、違いますね、そうですよね。はっきりとした言葉いただきます。嘘。まあ、七代さんのこともね、ちょっとね、詳しくはね、知らないですからね。まあ、そうですよね。はい、いや、ちょっと、まあ、うん、自信ないけど、僕は違いますと、身の潔白だけ、声小さいけど言っときます。まあ、何か、はい、あったら相談してください。そうですね、何か困ることがあったら相談します。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今回3回にわたって、はい、獅童さんとコラボさせていただきましたけども、はい、やっぱホラーと、しかも心霊系と、はい、まあ、医学科学とね、はい、かなり多分相反するものかなとは、ね、はい、思ったんですけど、まあ、非常に面白い動画になったかなと、思っておりますので、はい、今回の動画、今回のコラボ面白かったなという方はよかったら、動画に高評価ボタンをお願いいたします、はい、そしてチャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あ、そしてあと獅童先生の、はい、チャンネルは、概要欄にありますので、はい、まあ、今回の、ね、コラボはおしまいですけど、また何か心霊 VS、はい、医学とかって感じで、まあ、できたらまたね、はい、ぜひコラボさせていただけたらなと、ね、思っておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではまたね、またね。